お、渡る。あ、どうした？マジしんどい。どうした？マジでしんどい。えぐい。アクエリアス飲んで、アクエリアス。アクエリアス飲んで。音はってならん。皆さんこんにちは。今回なんですけど、愛知県へとやってきました。で、今回愛知県にやってきた理由なんですけど、今カメラ撮ってくれてるのが中学校の先輩のヤンマと。2回も言うんですけど、先輩がですね、愛知県に出張に1ヶ月ぐらい来てて、で、まあ僕大阪なんで、じゃあちょっと近いよねっていう話になって、まあ、撮影を手伝ってくれるということなので、まあ愛知県にやってきました。で、愛知県ということはですよ、東日本がね、これから旅行が、まあ、本格的にスタートするということなので、まあ、まず一発目なんで、今日は、まあ、食べ歩きとか僕大好きなんで、ちょっとね、食べ歩きできそうなとこ見つけたんで、まあ、その辺を中心に行こうかなと。思います。で、今後ろに映ってるのが名古屋城になるんですけど、ずっと来てみたかったんですよね。桜のシーズンですかね、めちゃくちゃ綺麗な写真とか見たことあるん で来たくて来たらですね、なんと工事中ということで反対側見てもらったら分かるんですけど、立ち入り禁止ですあっちも立ち入り禁止ですし、こっちの方も結構立ち入り禁止なんで、もうちょっとね、先ほどハプニングが起きて僕は体調不良でちょっと休んでたんですけど、まあなんとか体調も戻ってきたんで、次の場所にも移動していきたいと思います。今日はメインで食べ歩きをしていきたいんですけど、ここじゃなくてちょっと違うところをね、見つけてるんで、ちょっと電車乗って体調直しながら食べ歩きを全力で楽しむということでやっていきたいと思います。まあ綺麗は綺麗なんやけどね、この鳥居の跡は、うん、でも京都のやっぱあれがすごすぎて、俺はあ、行ったん？行った。で、正直なめとって、うん、めちゃくちゃこう歩いたら一番上まで行こうって、あ、1時間40分ぐらいかかったんじゃないかな、片道帰り行ったりとも無言この上にね、新山城っていう城があるんですけど、ちょっとね、今回はやめときます。天守閣？理由はまた後で喋ります。もうこういうの、こういうの、あ、いいね、こういうの。しかも色がめっちゃ綺麗。これ塗りたてなんじゃん。確かに。マジで。めっちゃ綺麗。こういうのはめっちゃ好き俺。で、ここの有名なのがこのピンクの絵の。そうね。描こうかな。これも。だこれ縁結び。縁結び。描こう。で、まあこれを上がったら犬山城。さあ行きますか。足やばいけどねもう。これね、本当行きたかったんですけど、ガチな話でちょっと空映してもらいます。めっちゃ曇りなんですよ今で、これやばくないと思って天気予報を調べたら今から雨降るらしいんで、ちょっとねまだ食べ歩きできてないんで、この犬山城の前の城下町に食べ歩きできるスポットが結構あって、今通ってたらめっちゃいいんでそっち行きますだいぶ急やね。えぐい、見たことないぐらい急今日の体調にはめちゃくちゃ死ぬ雨降ってくるかもしれんし、急な坂やし、やっぱやめばいやもうこれだけで立派よ、もう満足。坂を上がってきてこの景色が見れただけで俺は、何これ、おっちゃんパンフレットくれたのはいいんやけどさ、うん、何これパンフレット、でこれ絶対日本語じゃなくない、漢字ばっ、え、これ、え、よね、これ中国語や中国語じゃない中国人と勘違いされちょっとお説明でもしようかなと思ったのに、パンフレット読みながら。これ上上がる？いや上はもうええんじゃない、高所恐怖症やけ、上がるなって病院の先生に言われるドクターストップじゃあ飯でも食い行きますかそうやな、ちょっと腹減ったし、ね、行こうそろそろ行きましょう、うん、で、ほんまに天気やばいっぽいしね、うん、そうやね、はい、行こうか行こうか、はい、マジ今電話かかってきたわ、やばすぎやね、やばいよな、マジで衝撃やった。 NTT 詐欺、 NTT を名乗る人から今電話かかってきたぞ、これガチガチ、今タイムリーで、で、なんかその安くなるからプランが、そうあなたの今の情報を教えてくださいみたいな、そうで、え、僕 KDDI なんですけどみたいな話になった瞬間、わけわからないこと言って結局終わったんで、
まあ僕たまたまになりましたけどね今。僕じゃないんですけど先輩が今たまたまになったんですけど、あの気をつけてくださいね。気をつけた方がいいね。めっちゃタイムリーな話なんでちょっとしとこうかなと思ってで、あの今結局行ったんですよ上まで。ちょっと天守閣までは上がってないですけど、あのでさすがにマジで雨降ってくると思うんで、ちょっと食べ歩きをしながらちょっとさっき来た駅まで向かおうかなと思います。これって中で食べれるの？食べれるよ。食べれるん。じゃあちなみにちょっと出来立て出すからちょっと時間もらって。あ、いいですよ全然、そっちの方がありがたいんで。あ、そうなんですか。じゃあ僕これで大丈夫です。これっきり。あ、いや、そうそうそうどうしようかな。揚げエビ丸。揚げエビ丸は、はい、揚げタコのタコの代わりに中にエビが入ってるやつ。え、それください。はい、中入って。はい、え、何する？揚げエビ丸。え、一緒食べる？俺わらじコロッケ食おうかな。ね、ここが暑いのよ。奥はエアコンついてるから。いや、すいません、すごいですね、これ暑い中450円。はい、うん、慣れ慣れ。慣れっすか？慣れ慣れ。え、ここ何が有名なんですか、この辺？犬山はきなこが有名。きなこ。きなこ。きなこ。うん。粉っすか？だから、げんこつ飴っていう飴がきなこの飴だから、それが有名。はい、あ、そうなんですね。そう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 。なんかあの、ひだって書いてあるのめっちゃ多くないですか？500円でお願いします。まあね、だから離れてるっちゃ離れてるけどね。そうなんです。揚げたて出すから座って待ってて。はい、ありがとうございます。飲み物いらんかった？いいよ。あ、涼しい。どう、涼しい？はい、めっちゃ涼しいです。あ、やば、気持ちいい。めっちゃ涼しい。あ、コロッケじゃ、ちょっといただいておきます。1個1枚なんや、コロッケって。1枚なんす。結構1枚。せっかくなんで、じゃあおすすめのそのコロッケを。おすすめのコロッケなんで。絶対美味しい。絶対美味しいですか？ありがとうございます。100%。だってここでしか売ってないんで、コロッケ。僕お茶飲むっていいですか？あ、お茶ペットボトルになっちゃうからいい。はい、いいです。ありがとうございます。すいません。優しい。イケメンに弱いね。そんな僕がイケメンやったらそこらへんいっぱいいるじゃないですか。そのうちの一軒なんですか？そこのうちの一軒のきなこなんです。きなこ食べれる？きなこ食べれますね。食べてみる？ありがとうございます。優しい。すいません。優しい。高いな、きなこ。きなこ有名なんやな。うん、昔あの小さい時よくきなこ餅食べてたんで、それでめっちゃ好きなんですよ、きなこ。きなこの営業食べんの。え、そうなんですか？まさかの。まさかね。まあそんなに、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。これ食べていいですか、ここで。え、じゃあビール食べて。いただきます。うまい。水いるね、これは。張り付いた。の、喉に詰まっちゃう？張り付いた、張り付いた。ちょっと並んどいてよ。うまい。うまい。きなこが有名なのよ、いいやん。きなこだけで食べたの初めてやん。もう美味しい。ちょっと待って、じゃあ特別にちょっと美味しいの作ってあげて。うん？マジっすか？いいんすか？じゃあ10万円。いや、どんどん高くなるよ。次行ったら100万じゃないですか。宝くじです。当てて今度。銭洗いやった？え？銭洗い神社行った？え、どれですか？ピンクのやつですか？うんとね、その横ですか？あの、行く手前のところに銭洗い神社ってやって、はい、そこでお金を洗って、はい、そのお金を使うと、はい、お金が倍になって返ってくるので倍返し神社っていうので。え、マジっすか？そうそうそう。え、ちょっと洗う金がないんで、10万円もらって。銭でもいいのよ。あ、そうなんですね。で、一番言われてるのはそのお金で宝くじとかを買うと、はいはいはい、いいとかっていうふうに言うけど、誰も当たったよって人は人も来てない。それ今方が最後のオチ。それエビのやつですか？これエビ。うまそう。
初めてやな、たこ焼きの中のエビっていうのは。あ、だからタコの代わりがエビでしょ。そう、うちがオリジナルなんです。え、そうなんですね。で焼いたやつを揚げでやってんのよ。エビ一番好きなんで。で、真ん中にエビが入ってて、小エビも入ってるからエビ尽くしたね、もうこれ。うまそう。エビ好きのための、じゃあもう本当で、結構自分は揚げだこよりも揚げエビの方が好き。じゃあ初めてだけどめっちゃ楽しみやな。最高じゃない、最高の店選んだ。うまそうやね実は1軒目なんですよ、まだ。それはここで働いてもらうのかな。なんで多分僕出すとき3個ぐらいになってると思いますけど、大丈夫そうですか。それはプリリスクつまみ食いね。つまみ食い、うまそう。うまそうやな。さっきまであんまお腹空いてなかったのに一気に腹減ってきたもん。じゃあうちの商品全部食べてちゃう。いや、それは厳しいっすね胃袋持たないです。うわ、うまそう。エビ、ちょ、これもエビ何やったっけ。エビ丸。エビ丸です。名前がいい、またかわいい。揚げたての間に持って食べた方がいい。はい、いただこう、いただこう。いただこう、ちょっと前にもいただこう。いただきます。はい、いただきます。ちょっと食べれちゃっていいですか、お先に。どうぞ、行っちゃってください。その前に乾杯しますか。開けてる。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。はい、今お茶お茶やな、楽しみ。でもこれほんまに今揚げたてなんで、うま、どうやろうな、これいけるか。はい、あ、違う、ごめん、外のお客さん。あー、了解です、了解です。暑いやろな。暑い、扇風機強くていいよ。いや、これ揚げたてやけ暑いかなと思って。いただきます。うまそう。結構でかいぞ。おー、確かに結構大きいじゃん。いただきます。はい、どう、どう、うん、どう、うまい、うまい、うまい。エビ、うん、タコとエビどう、あり。タコ焼きじゃない、タコない、エビまん。あ、エビだけ。これマジであり、あり、エビマジか。あとね、外が今まで食べたことないぐらいサクサク。サクサク？最高やね。タコの方が弾力ある。食感的にタコの方が強いけど、その分外がカリカリやけ。あ、いい塩梅。いい塩梅？めちゃくちゃ美味しい。コロッケ届きました。コロッケが。コロッケいきますか。これいいね。でかいね。めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかい。これ普通サイズでこれなんですか、コロッケ。めっちゃ大きいっす。でかっ。うわっ、うわ、ありがとうございます。え、これは、これは何ですか。げんこつくるみ団子。げんこつくるみ団子。げんこつがきな粉。はいはいはい、はい、おへいのくるみのタレにつけて焼いて。めっちゃ美味しそう。めっちゃ好きなんですよ。ちょっともっとかけるきな粉。いやいや、まだまだある、あるんで、あるんで。ありがとうございます。すいません、なんかいろいろサービスさせていただいて。ちょっとコロッケをね、いただきます。ね、どこに置いたん？どこに置いてやるよ。よせえ。まずあの早く食べたいが勝ってさ、よせえちゃんと。せえね。どう？美味しい？うまい。めっちゃうまい。早く食ってないかった。めっちゃうまい。ちょっと食べて。あといただきます。これソースとか何もつけてないんですよ。めちゃくちゃ味付け最高。めっちゃうまい。だから今日の在庫がもうあと 5枚しかないの。危な。あ、ぶら、食えてよかった。てか、この辺って、うん、あれ、何時ぐらいまでお店やってるんですか。うんとね、やってて5時。あ、やってて5時。で、今人がすごい少ないのね。え、これ少ないんですか。全然いない。あ、そうなんですね。いや、結構おるなって。結構多いなと思って。ここの時は、犬山城2時間半待ちやでね。へ、だから、引きが早いと、もう4時、4時半ぐらいにもう片付けを始めてるお店があって、ごめんね、うちで終わっちゃうやん。いや、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 全然いいです、全然、もう。そうそうそう、だからもう片付け始めちゃうとお客さんが来てもごめんなさいとかっていうところもあるので、ありがとうございます。いただきます。これ絶対うまいやろ。あ、ちょっと待って、これ、いや、こうやってやったらいいんじゃない。ほら、いけた。めっちゃ美味しそう。いただきます。うまそう。
と最高マジでうまいマジでうまいよかったね、ここ入ってほんまに正解うまそうこれうまいわ美味しいマジで美味しいそれもうちのオリジナルの団子なんだよねうんお客さんとこれずっと喋ってるんだよね、あまりでも暇やすい。あ、来てくれんくなるんですよ。来たよ、お客さんがって言われちゃうよね。あ、ねえ、そうですよね。声聞こえたらすぐ言うんだよ。あ、言うすぎて。おらんでっつって。なんなら接客してもいいよ。あ、しましょうか。だいぶ売り上げ上がるよ。上がらんよ。上がらんか。そんな甘くないか。うまい。今日早く来るとよかったね。もう結構だからちょっと遅いでね、もうこの時間帯は。あ、そうなんか。結構だってもう4時になるんでね。いや、それ体調なんか悪くなって途中で。あ、そうなの。でなんか どこのあれ、あ、名古屋城か。名古屋城最初に出たんですけど、うんうんうん、名古屋城のベンチでこうやってなってました。食べて大丈夫？大丈夫。逆に元気出てくるね。そう、もうこれで元気になったんで大丈夫です。もう明日から何も食べんだよ。無理無理無理。いや、ここで働いてるの。あ、ほんとですか。その辺に答えたら、その食べるやつね。ミートが。最高じゃん。生きていける。生きていける。生きていける。うまっ。キャラが素敵すぎてみんな来るんだ。いつもおとなしいって言われるもん。ですよ、俺もおとなしいなと思って。無口やって言われるから。無口は嘘やん。そんなにおとなしかったらお客さん来いよって言われたもんね。どこがな。いや、本当ありがとうございます。いろいろ。美味しかったです。エビマン。うまい。エビ丸。あ、エビ丸。勝手に名前変えて。ごめんなさい、ごめんなさい。エビ丸ね。エビ丸。肉まんみたいに渡してしまった。商品変わっとる。いっぱいになっちゃうね、結構ね、これ。確かに。もう満足です。心もお腹も満足です。あ、ほんとごめんね、おとなしく何もないんで。で、俺今、キャバクラおるんだなって。え、まさに熟女とは言わんよね。いや、言わんよ。そこまでは言わんよね。いや、全然どこがすか、もう。うち、お母ちゃんは北海道の人なんだよね。いいな。で、子供の頃に遊びに行ったら、おばあちゃん家の2万円のちょっと離れた家で、馬が話せがいやったでね。やばいな。いいですね。そんな仲やったでね。じゃあ北海道の血が混ざってるってことですか。混ざっとるんかな。アイヌの血。鮭か。アイヌの血が。いや、どえらい美人やなと思ったんですよね。おとなしいやら。どうでもおとなしいって言ってほしい。それはちょっと印象付けとかなんで。いや全然おとなしくないですよ。かけらもない。おとなしさのかけらもない。かけらもみじんもない。みじんもないです。こういうところの方が楽しいもんね。そうそう。そうだから入るならね。こうやってずっと喋っちゃうよ、お客さん。で最高っす、最高っす、本当に。そういうところの方がいいね。仕事したらってたまに言われるんだもんね。でも、今日だから少ないんでしょ、そのお客さんっていうか観光客自体。だって、車止まってないでしょ、前の人。確かに確かに、止まってなかったっすね。うん。あれいっぱいになるんですよ。うん。へぇ。で、みんなぐる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 回って駐車場探すぐらい。だから、混む時は1時間ぐらい回って駐車場探すと、もうそんな。へぇ。じゃあもうここの通り、びっしりですね。そう、もうすごい。通れるんですか、逆にそれで車。車だからブーブーとかでみんな流してる。ここ歩行者天国にしても良さそう。珍しいですよね。あのね、信号から向こうは、そういう時期は歩行者天国になるんだけど、こっち側はならないのよ。へぇ。一般のやっぱり家もあるから。あ、うん、だいたいあれですけどね、あのこういう食べ歩きスポットみたいなのは、歩行者天国が多いじゃないですか。うん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 、結構珍しいですよね。うん、ここはならない。だから要事故が大きいんだと思うけどね。ああ、確かに。起きたことないですか。聞かないね。へえ。結構ちょっ と横着陸が飛ばせるとか結構あるけどね。見とって危ないもんだから。そうなんですね。でもこえ結構 長いんですか、こっちって。こっち来て、はい、お店 やりだしてから。うんとね、ごめんね、雇われやでね。あ、そうなんですか。そ、実家には経営するね。あ、そうなんですか。いや、もう、え、じゃあ大丈夫ですか。これ大丈夫なんですか、これね。8万円。8万円と高くなりよ。だから働いて聞いてるね。ありがとうございます。おもろいな。大丈夫。ちょっとお腹引っ込んでない。引っ込んでるけど、太っ腹やで。面白い。面白い。面白い。バカにしとるで。顔が。バカにしとるの。いや、顔が面白い。ちょっと、あの、
名前、生年月日、住所、携帯、全部書いてある。個人情報、さっきの NTT の隣さっき詐欺から電話かかってきたの。そうですね、たまたま。すごくないですか、詐欺っていうか、個人情報をまあ、抜き取ろうとするような。うん、サインもらっとかないね。いっぱいないっす、実際に。え、じゃあ手形お相撲サイン。え、じゃあ顔型にしとこうか。顔型取れますよ。で、僕が有名になったら、また遊びきます。本当やね。はい、え、だって、ここの人力車意味やもやったら、はい、吉本のコンタクトやわ。あ、そうなんすか。そうそうそう。へぇ、すごいな。うん、本当、あの芸人さんが、住みます芸人って言って、意味やまに住んで、あの人力車をやったの。そうなんですね。そうそうそう。じゃあ、めちゃくちゃ面白いんじゃないですか、人力車乗ったら。かもしれない。あの、話は上手よ。あ、ですよね。いや、大丈夫ですか。めっちゃうまいです。マジで。今あの YouTube でその、日本全国旅してるんですよ。うんうんうん、あ、持病があって、大変いっぱいでも体が動かなくなるって言われてるんですよ、医者に。ちょっと、じゃあここに住んでけよ。え、楽しい思いでいっぱい作ってくれるドギツイ、ドギツイ。毎朝こうやな、油でこうやって揚げ物したりとか、焼き物したり。提案がドギツイ。いや、楽しそうやけどな。1ヶ月前ぐらいから、うん、ちょっと顔をずっと出してなかったんですよ、うんうん、顔も出して、ちょっとやりだした。あの YouTube ぐらいは開けるで、はい、他の登録しとくださいあんまりできないで、はい、ちょあの登録ちょっと書いて書いてくれると子供に全部やってもらうで、はい、それはね背中に書いたんでいいですか。え、取れるのそこの問題なら取れる背中じゃ見えんやろみたいな面白いなぁマジ。え、てか俺もさっきまでやはりソフトクリームが食べたいじゃん、団子が食べたいじゃんとかいろいろ言ったけど、団子まずいただいたよ。で、いらっしゃいませお客さん来ました。いや、おもろすぎやろ、マジで。お客さん来ました。あー、最高。ありがとうございます。これ書いておいて。はい。封筒封筒来ました。俺買ってくる。え、お客さん、お客さん、アイスクリーム食べたかったの。いやいや、大丈夫です。さすがに大丈夫です。じゃあ食べれるの。食べれるか食べれるかはっきりして。食べれます。ありがとうございます。ごめん、写真映えで映るの。ああ、いいですか。うわ、ありがとうございます。多分ね、あの検索してもらったら今日着てるこの服で写ってるんで。マジっすか。ありがとうございます。なんかすごいし。ほんで何、ワンちゃんの猫。そう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 、ドンちゃんの。ありがとうございます。サービスクリームまでいただきました。ありがとうございます。めっちゃ優しい。いただきます。ほんまに。中身で食べたら。はい。え、それで泣けってこと。美味しい。いただきます。めっちゃうまい。ティッシュ持ってこうか。ここにあるわ、ティッシュ。これ、うん、マジで美味しい。何味。北海道牛乳。あ、ね、あ、ミルク。普通のバニラって夢ぐらい濃い。おお。マジでうまそう。やばい。で、これは何でできてるんですか、この足跡。マシュマロさん。うん、絶対うまい。足跡っていう、これ足跡。足跡。これについてるんですか、クッキーに。そうちょっと食べていい。いいよ。まだちょっと凍ってるかもしれない。全部いい。全然凍ってますか。もう全部食っていいよ。いっていいよ。どうつまらんだよ。はい。濃いでしょ、うん、味が。マジで最高のお店入ったね。あ、これこの名前でやってるんで。了解。旅する病人で。了解。子供にちょっとやってもらうわ、うん、お願いします。この服着てるんで。うん、お揃いにしなか。はい。あ、いいですね。お揃いじゃないですか、もうほぼ。ただあのもうちょっとこうポッケつけるの。え、何、お揃いってことはないってこと。胸が。いや、そんなこと言ってないです。疲れてない。そうやって言ったよね、今。言ってないです、言ってないです。このコーンはなんでこれ色違うんですか。知りたい。知りたいですね。あのね、ちょっとね、はい、今ね、めっちゃ嬉しそうに知りたい。これがちょっとなくなったけど、これ日本の柄なのよ。日本の日の丸と紅白でこの色なのよ。なるほど。赤と白。めちゃくちゃこだわってますね、ソフトクリーム1個で。その作ったのがなんでかっていうと、はい、オリンピック日本の時に日本をみんなで応援しようっていう風でこれ作ったコーンなので。あー、へー。めちゃくちゃ人もてや。はいはい、行きましょう。いらっしゃいませ。クソおもろいわ。もうお腹いっぱいで食べ歩きは無理です。
やばい、食いすぎ。幸せやな。だってこれテーブルの上晩ご飯の後ぐらいなんですか。おもろすぎるやろマジで。やばいな。ごちそうさまです。幸せ逃げるでね、ため息ついたら。そうっすよ、だから吸い込まないとため息ついてしまう。だからここで働いてかなかった。めっちゃ働いてますね。あの困ったすぐ来るんで。了解、いつでも待ってる。ありがとうございました。明後日やね。ありがとうございます。明後日やね。明後日ね。本当にありがとうございました。また来ます。うん、ありがとうございます。気をつけてね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。雨降るよりや。駅急ごう。はい、ということで、時刻がですね、今夜の8時になるんですけれども、もうですね、ホテルの方に帰ってきました。っていうのもですね、本当にあの食べ歩きの時に、まあ、1軒目に入ったお店、まあ、1軒しか行ってないんですけど、そこでですね、本当にかなりサービスしていただいて、もう本来は、まあ、コロッケも食べたいね、団子も食べたいね、アイスも食べたいね、いろんなお店に行こうねっていう話をしてたんですけれども、まあ、それが結局食べ歩きじゃないですか。ただですね、もう本当にあの一軒でもう全部のね、食べたいものを出していただいてですね、本当によくしていただいたので、もうお腹もいっぱいで、まあ、晩ご飯もね、ちょっともう食べに行くのもいいかなっていう話に先輩となって、まあ明日もあるので今日行こうと思ってたお店にはまた明日行ければいいかなということでホテルに帰ってきました。で、今回の動画、まあ、なかなかその僕がね、最初ちょっと体調が悪くなってしまったりですとか、まあ、本来予定していたところには、まあ、数はいけなかったんですけど、でもそれ以上にですね、本当にあの食べ歩き、本来いっぱいいろいろなお店に行くのがまあ主流かなとは思うんですけど、まあ本当に旅の醍醐味っていうんですか、あの一軒のお店であんなにですね、よくしていただいて、本当に楽しい思い出ができたなと思います。ぜひですね、皆さんももしよかったら行かれてみてください。ということで最後になりますけれども、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。